新十両も新入幕も一緒の場所でした。はい、あでも自分よりも入門が早いんで兄弟子ってことにはなりますけどね。でもそのとさっきもおっしゃられたように新十両も新入幕も同じだった力士は今もこうやって現地で頑張ってるっていうのを見て本当にちょっと羨ましいようなちょっと誇らしいようなそういうのと彼と一緒に戦えたんだっていう気持ちがちょっと誇らしいですね。体の状態相撲の内容どうしますか。これまでの相撲を見る限りじゃちょっとまだ前思いっきり前には出れないみたいなんですけど、でも土俵をうまく使って残れる横の動きとかはできるみたいですね。まあ、今場所も3番がはたき、昨日もうまく回り込んで左からの上手出し投げで勝っている安美錦です。振り分けさんについて話を聞きますと、やはりあの人気者だったので振り分けさんが、対戦してその大歓声をですねあーっていうため息に変えてやろうということで非常に燃えたという話もしていました。自分も結構苦手でしたね。彼は土俵際まで追い詰めたのにあれいつの間にか逆転負けをしてたっていうところが結構悔しかったですからね。それがまさに今場所十両の土俵でも出ていますよね。そうですね、確かに足は前には出ないとは思うんですけど、ま今まだまだ足腰の粘り腰みたいなものは健在みたいで、だから今でもこうやって十両の土俵でも頑張れるんだって思いますね。本人はまわしを取って頭をつけるような相撲も取りたいと話しています。今日は1勝5敗4連敗中という徳勝龍との対戦です。待ってます。落ち着いて。前に出ない安美錦はきついと思いますよ。ここで、はい、残られましたね。うん、それ、まあ、特殊結構踏ん張りましたよ。ここで少しずつ体をね腕を階段をねじ込んでいって、それで胸を合わせて、以前昔はここでも残れたんですけど、さすがにはまあでも切れてしまいましたね。徳勝龍が、まあ、左張るように少し両手を出して立っていきました。でもこうみよ考えればあの足でもまだ飛べるんですね。そういうのをちょっと後になって思い出しましたけど、まあ、どういう回復具合なのかは、まあ、どうなんですか。まだ、だから体がいけるんじゃないかなって思いました。徳勝龍は土俵際見ましたらもう土踏まずは俵の上にかかっていたんですね。そういう意味では自分もじじいのところでやったんだなって、そういうイメージを感じましたね。徳勝龍